さん、はい、J コムからお届け札幌ジーンズ館。皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方をご紹介しております札幌ジーンズ館 .tv、 私案内人の福津京子です。そして今日のゲストは私立札幌新川高校教諭小川恵子さんです。小川恵子です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。小川先生は新川高校で何の先生されてるんですか？私は理科の先生をしています。理系女です。はい、理科の先生をされていて、部活の顧問とかされてんですか？はい、私はダンスの顧問とそれから演劇の顧問をしています。そうなんですって。ダンス部と演劇部の顧問をされている。そんな中でも今日はですね、ダンスの話を中心にね、はい、伺ってまいります。3つのキーワードこちらになります。じゃーん、じゃん。とにかくダンスの先生になりたくて、学校教育を通じてダンスを、ダンスはもう一つの言語。はい、今日この3つのキーワードで伺ってまいります。よろしくお願いいたします。さあ、先生はですね、ダンスがとにかくしたくて、ダンスの先生になりたくてってことなんですけど、はい、ご自身ダンスを始めたのはちょっと遅めだったそうでね。とっても遅いです、うん、私は高校生の時からクラシックバレエを始めました。高校生からクラシックバレエ始めたって私の周りにいなくて、はい、クラシックバレエってなんか本当に3つ4つぐらいからやらないとできないイメージ、はい、そんなことないんですかね？周りはみんな3つ4つから始めた子たちばっかりで、ね、私はその時すっごい太ってで、私だけなんかちょっと違う感じでした。なんでそんな私だけ違う感じからスタートしたんですかね？その時の、うん、高校のクラスのお友達に誘ってもらって、うん、きっとそういう男性の憧れがあったので、それがきっかけになって始めることができました。なんかまあ分かる気はしますね。女の子一度は憧れるんじゃない？ダンスのこういうのね。はい、こういうのは聞きました。足を足キュッとこうしながらね。はい、うん、最初でも私はその当時60キロあったので、入る衣装がなかったので、発表会の前にとってもダイエットした記憶があります。あ、そうですか。まあ、だけどそのダンスを、子供の頃から憧れてたバレエをやり始めたきっかけで、はい、すごいダンス大好きになるんですね。大好きになりました。ダンスの先生にとにかくなりたかった。そしてダンスをこう、はい、高校で始めた小川先生はどういうふうに勉強を始めたんでしょうか？ダンスがすっごい好きだったんですけれども、うん、旭川の教育大学に行って、うん、はい、で理科の勉強を、理科の先生になる勉強をしました。でその時に、うん、高校生の時に札幌で始めたクラシックバレエを旭川でも続けて、はい、そして大学生の時に初めてジャズダンスを習い始めました。で、いろんなダンスに触れ合うことができました。あ、バレエだけじゃなくって、はい、ジャズダンスも、はい、あと大人になってからコンテンポラリーダンスをしました。どんどんだからジャンルが増えていったんですね。はい、ダンスの先生になる授業ってあるんですかね、その教育大学。教育大学にはダンスの先生になる授業はなかった。ないですよね。ないです。私は理科の授業ばっかり受けてました。体育の先生の授業も取っとくかっていうんじゃなくって、本当に理科の授業だけそうなんですやってたんですよね。はい、大学卒業後の進路を考えてたんですけれども、うんうん、最初は学校の先生になることを考えてなくて、ダンスの先生になりたくて、とにかくダンスの先生になりたいから、でもどうしたらいいのかもよくわからなかったんですけれども、うん、一番最初は、同心文化センターで小学生たちのダンスの先生をしました。はい、で、あとは高齢の方たちの健康ダンス教室をしました。そういう、こう、まあ、カルチャーセンターの講師みたいなのをいろいろやりながら、はい、うん、あとは、自分のダンスの先生のお仕事のお手伝いをしたりしました。アシスタントみたいな、はい、師匠について。はい、でその時にダンスを教えることだけでなくて、はい、衣装の縫い方なんかも知りました。衣装やっぱり普通のなんかお洋服縫うのとまた違いますかね、ダンスの衣装ってね。ダンスの衣装は照明に入るようにキラキラしていたりとか、はい、もう思いもよらないような色使いだったりとかなので、うこうお店には売ってないので、はい、まあ、買うこともで、オーダーメイドをすることもできるんですけれども、はい、作るととっても安く上がるので、
はい、そうなんですって。だから良かったですね、その師匠についてね、はい、アシスタントとしていろんなところで行ってその教え方も学べたけれども衣装とかそういうのもできて、はい、すごくこれが後々役に立つということなんですけれども、はい、まあそういうところで教えながらも、いろいろ他のお仕事もしながら一生懸命勉強されてたんですってね、はい。ダンスの先生だけでは私は全然稼げなかったので、うん、朝のホテルの朝食のアルバイトですとか、偉いよね本当にそんなこともしながら、あとは、うんうん、看護予備校の生物の先生をしたりしました。さすがですね、やっぱりそこはちゃんと教員免許を持ってるから、はい、そういうアルバイトもできて、はい、そういう風にしてたらだんだん私は専門学校の先生になろうかなとかじゃなくて、やっぱりその時はまだダンスの先生になりたかったですか？ダンスの先生にとってもなりたかったんですけど、どうやったらたくさん稼げるのか全然わからないまま時間がどんどん過ぎていきました。なるほど、結構この時間長かったみたいな。長かったです頑張りましたよ先生頑張ったんですけれども、まあじゃあ今の高校の先生になるっていうきっかけはどうだったんでしょうか？なかなか稼げないなと思っている時に、うん、旭川富士女子高校で時間講師をしませんか、はい、っていうお話をもらって、はい、時間講師をやった後、はい、常勤講師になって、うん、常勤講師は1日、うん、学校の中でお勤めをする中で、はい、授業もしたりとか、うん、あと初めて部活の顧問をしました、うん、はい、最初何やったんですか？私は演劇部の顧問を最初しました、はい、今話出てきた中で演劇ってまだ出てきてないですよね。ずっとダンスだけですよね。私は1回も自分では演劇をしたことなかったですその時、うんうん、はい、だけど演劇部の顧問、はい、何をしたらいいのか分からなくて、はい、すっごい困ったことが印象としてあります、うん、演劇部の子たちにちょっとダンスも一緒にしてみないっていう風に言ったら、うん、あすっごく喜んでみんな踊ってくれて、はい、で学校祭でダンスをするために、うん、その時とっても可愛いスカートを私たくさん縫いました、うん、役に立ちましたねこれいっぱい縫ってあげて、はい、喜んでくれた。そしたらすっごい喜んでその衣装を着て学校祭でみんながダンスをしてくれました。そうなんですって。やっぱり自分が一生懸命手塩にかけて縫った衣装をつけて身につけて踊る高校生を見ると先生も嬉しかったんじゃないですか？すっごい嬉しかったです、ね、可愛かったんですって。やっぱり自分で縫えると安く上がったりしていいですね。ゼロが1個違います。あ、そんな違いますか、はい、そうね、2枚や3枚じゃないもんね。たくさん縫うから時間はかかるんですけど、はい、でも、うん、お金はすっごく安く上がるのが手で縫うことのいいこと。そうか、自分で作ると安く上がるけど、でもあれですね、仕事しながらだから結構大変ですよね。はい、ね、そうですね、学校が終わってからとか、うん、それから休日とかに塗ってます夜鍋してじゃあちょっと入ってきてますけれども、2つ目のキーワードで伺ってまいります。2つ目こちらになります。じゃーん、じゃーん、学校教育を通じてダンスを。最初は演劇の先生だったんですけれども、うんうん、はい、ずいぶん遅い遅い就職をして、うん、今の札幌新川高校に、うん、で働くことが決まった時に、はい、それまではダンス部がなかったんですけれども、当時の特活部長の先生やいろんな先生のご協力をもらって、はい、そしてダンス部を立ち上げてもらいました、うん、私自身もたった一人の顧問で、はい、部活動を経営した経験がなかったので、うん、そういうことも含めて、うん、なんか最初はいろんなことができなかったです最初部活動を作る時には、うん、その設立の書類を書くんですけれども、設立願いみたいな感じ、はいはいはい、ですが何を目的にダンス部を作るのかっていうの自分自身もわからない中で、うんうん、当時の周りの先生方に助けてもらいながら、うん、そういうことを考えていきました、うん、ただダンスをやって子どもたちの体力増進にとか楽しみを増やしてとかじゃダメなんですか？はい、うん、そういうことしか最初は思いつかなかったんだけど私もそう思うけど、でも、うん、ダンスを通じてどんな教育ができるのかを考えないといけないよっていうことを、うん、その時お世話になった先生方から教えていただきました、うんうん、そうなんですって。そうやって本当にこう学校の中でダンスをっていう場所をね作ってったわけなんですけれども、はい、どうですか子どもたちの様子？最初は誰も言うことを聞いてくれないスタートでしたそうですか、はい、なんかみんなそれぞれやりたいダンスがあるんだけれども、はい、そこに私が来て、はい、
こういうダンスもしてみませんか、ああいうダンスをしてみませんかっていう提案しても、うん、別にそれはやりたくないよとか、そういうやり取りも随分したように記憶してます。なるほど。そういうところは、まあ、子どもたちともいろいろこう手探りで切磋琢磨しながら、はい、ダンス部を盛り上げていったという感じですね、はい、うん、生徒も私もいろいろこう困ったりとか、うん、はい、手探りでいろいろ探りながら、うん、学校でのダンスってどんなことができるのかなっていうのを考えていったと思います、うんうん、年に1回新川高校のダンス部は、うん、ダンスドリル大会っていうのに出場していて、うん、はい、そこでは綺麗なポンポンを持ってポンっていう部門で出場してます。ポンっていう部門があるんですか。ポンポン持って、ポンポン持ってポンポンの造形美を見せるようなカテゴリーです。そうですか。先ほど写真見せてもらったんですけれども、あの子供たちも本当にもう涙の喜び方ね、泣いて泣いて喜んでみたいな、はい、あれは全国大会に行けることが決まった時の写真です、うん、で、ね、行けるか行けないかわからないけど、行きたくて行きたくて練習してたので、はい、みんな泣きながら大喜びしました、うん、感動のね時間も過ごして、あの先生のこの衣装もやっぱ先生が塗ったんですか。縫いました夜鍋して縫いましたそういうふうに子どもたちが、まあ、あのそういう大会に出るっていうことも目的の一つだと思うんですけれども、はい、日々のその活動の中でね、いろんなこともされてるそうで、はい、いろんなダンスに挑戦しようということで、はい、ヒップホップに挑戦したりですとか、 あとは創作ダンスに挑戦したりですとか、 はい、うん、あとは自分たちが踊るだけじゃなくて、うん、山手養護学校に毎年お世話になって、うん、養護学校の生徒さんに新川の生徒たちが、うん、ダンスを教えたりとか、あとは近所の新川児童会館の方に行きまして、うん、はい、児童会館の子どもたちにダンスを教えたりとか、はい、そういう活動も、できるんだっていうことが分かりました。学校の中だけじゃなくて外に出てって、はい、やっぱり養護学校に行ったり、また児童会館ったら相手小学生ですもんね、はい、勝手が違うから。子どもたちどうですか、生徒の皆さんの様子は。養護学校に行ったら、うん、いろんな子たちがいて、例えば車椅子の子なんかもいますが、うんうんうん、はい、そういう時は立ってる高校生と車椅子の生徒さんはちょっと目線が違うから、うん、そういう時は、うん、高校生たちがちょっと膝まずいて目線を合わせてお話ししたりダンスを教えたりとか、私も最初そういうことわからなくて、うん、そういう風にやったらいいよとか、そういう指導ができたわけではなかったですが、先生が言ったわけじゃないのに、生徒たちがそういうことをこう、はい、実際に行ったらそういうことも学べたので、自分で考えてね、はい、そういう動きができて素晴らしいですね。私自身もびっくりしています。うん、小学生だって言うこと聞かない走り回ってる子らをねもしかしたらそうです、ね、高校生が後ろ追いかけてっていろいろ教えてるところを想像すると偉いなと思ってね高校生よりもやっぱりこう集中力が、うん、持続する時間が短かったりとかで、あのお話を聞いてもらえる時もあれば聞いてもらえない時もあるけれど、うん、はい、いろいろこう工夫しながら生徒たちが一生懸命教えていて、やっぱりこう作品が出来上がるとすっごく小学生も高校生もあの嬉しい気持ちになってます。その教えた小学生は何かお披露目の場所あるんですか。はい、毎年3月に北昭大学に主催をしてもらってダンス部の発表会をするんですが、その時に、児童会館の子たちも舞台であのダンスを発表しています。あら、そうですか。自分が出るのも嬉しいけど、自分が教えたね、はい、小学生がステージで踊るのも嬉しいでしょうね、生徒さんもね、はい、そうなんですって。いろんな経験をされています。さあ、そのあたりのお話、3つ目のキーワードでも伺ってまいります。3つ目こちらになります。じゃーん、じゃん、ダンスはもう一つの言語ということで、そういうね、先生から例えば養護学校行ってこういう活動もしてます、児童会館行ってこんなふうなこともしてますっていうのを話を聞くと、いやー、そういう経験をね積まれて、このあとね、どんなお仕事についても役に立つなと思いながらしみじみ伺っておりました。先生はどういうふうに見てますか。ダンスを作る時には、うん、踊る以外にもいろんなことを多分考えなきゃいけなくて、はい、どういうふうに言ったら伝わるのかなとか、うん、この日までにこのダンスをするためにはどういうふうにスケジュールを組んだらいいのかなとか、逆算してね、スケジューリングしなきゃいけない、考えたりとか、はい、
一人で踊るわけではないので、うん、どうやったら仲間でうまくこうできるかなとか、うん、そういうこととか、うん、いろんなことをきっと考えながらダンスを作ると思います、うん、ダンスを通じて、うん、あのいろんなことを考えたりとか、うん、いろんな経験ができたら、うん、ダンスを上手に踊る以外のこともきっとできるようになるから、うん、そんなことができるようになったらいいなというふうに思ってます、うん、そうですね。あのどうですか、その学校の中だけで終わらせるのもあのもったいない、実際もいろんな外にも出てらっしゃるけど、もっと地域の人とかなんなら、うん、ともっと他の学校のこともみたいな部分ってお考えどうですか。今は全然できてないことばかりですが、うん、大会の運営とかそういうこともあの私たち以外にも、うんうん、あのなんだろう、もう学校を引退、学校の教員を引退された方などが中心になって、OB の方とか、はい、はい、OB の方が、うん、運営してくださってるけれども、うん、そういうことを思うと自分でも手伝えたらいいなっていうふうに思っているところです。うん、なるほど。あれですね、あの先生はその元々のダンスの師匠について、はい、ずっと回ったからダンスの教え方とか衣装の縫い方とかも覚えたけれども、もう一つやっぱりその大会の運営の仕方というか、はい、そういうのもできるから、先生やろうと思ったらすぐ何でもできそう先生ってそういう経験がないので今年は、うん、あの演劇の専門部の専門委員になって、はい、演劇の先生たちからそういうことを、うん、いっぱい学べたらいいなと思ってるところです、はい、あ私自身は、うん、小さな頃はあまり言葉で喋るのが上手ではないところもありましたが、うん、ダンスをやっていく中で言葉にならないこともなんか表現できるっていうことがなんか経験として実感してます、はい、で生徒たちも言葉で喋るのが上手な子もいれば、うん、そうではない子たちもいるので、うん、ダンスを通じてまた別の、うん、あの表現が身についたらいいなというふうにも思っています、うん、本当に先生の話を聞いてるとますますあのダンスってもう一つの言語だなっていうようなところも感じました。あのコミュニケーションツールはお道具が多ければ多いほど料理の腕も上がるねっていうところがあるじゃないですか。はい、ね、ダンスを通じて、うん、なんか自信を持ってコミュニケーションを取れたりとかできたらいいなというふうに思います、うん、部活動の顧問に初めてなった時はできないこともいっぱいあったんですけれども、うん、生徒と一緒に活動したりとか、はい、時々喧嘩したりとかいろんなことを通じて、うん、私自身もできることがちょっとずつ増えてきてるところだなというふうに感じています、うんうん、あの本当に大会の生徒さんの涙をね写真で見せていただいて、いやきっと熱い熱い時間が部活で流れてるんだろうなっていうふうに想像するんですけど、なかなかこう子どもたちも日々の活動の中では出てこないような言葉がね、あのお手紙にしてもらったりすることはあるそうでね。時々大会の時とか卒業式が終わった後などに生徒から手紙をもらうことがあります、うんうん、で普段はもちろんなんか面と向かっていろんなことにありがとうありがとうって言ってもらうことなんてたまにしかないけれど、うん、なかなか面と向かってはね照れちゃうけど、はい、でもそういう時に、うん、あの時ああいう風に言ってくれて嬉しかったよとか、そういう話が手紙でもらうとすごく嬉しかったりとか、あもっともっと頑張ろうとかそういう気持ちになってやってるところです、うんうん、そうなんですって、もうあれですね、先生は本当にダンスの先生になりたくてなりたくてだったけれども、なんならダンスを通じて教育を見てるっていうか、良かったですね、全部あの先生のやってきたことが実を結んだなと思いながら話を聞きましたなんかちょっと時間がかかってそこおおそうなんだっていうことに気づいたんですけれども、うん、あのこんなチャンスが今はあるので、うん、なんかそれに向かって全力でやっていきたいなと思ってるところです、うんうん、ねえ、本当に高校のダンス部私も たまにテレビで見ますけど、ダンスを見ると本当に元気をもらうので、ぜひあの新川高校のダンス部の皆さんの一般の方へのお披露目の機会もね、ぜひ作っていただきたいなと思いました。はい、はい、頑張りますはい、はい、ということで今日のゲストは私立札幌新川高等学校教諭小川恵子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。さよなら。